今回のテーマはコモンオブジェクト、直訳すると共同共通のオブジェクト物体とかなんですけど、ありふれたものっていう意味も一つあるんですね。それで今回はドレスとアンドレスの定番を自分たちの中のノームコアっていうところをとても意識して作りました。逆に生地とかはですね、自分たちでレディースとメンズを分けていっていることを自分たちでしている作業、メンズのなんかパターンを元にとかももちろんあるんですけど、生地自体を結構レディースに落とし込んでいたんですね。で、例えばアムンセンとかのジョゼットとか、そういう女性のファブリックを多用していたのも一つありますし、逆にこうメンズのクラシックなヘリンボーンだったりとかトリコチンっていうものにわざとあのナイロンを重ね合わせて今回使っていたんですね。それでその先ほど言ってた共通のオブジェクトという意味にちょっとつながってくるんですが、外はすごく柔らかいというか薄い生地で、外の雰囲気と内側の持つ重い生地、その際っていうのは歩いた時に自分ですごく面白くて、かなりそういうものを意識していろんな組み合わせを試みました。その他にもこうシースルーシルクのオーガンジーを実は重ね合わせていたりとか、ベージュでこう後ろを振り返ると実はそういう仕掛けがギミックがされていたりとか、あとはこういうボンバージャケットとかにもチュールのシルクのチュールを重ね合わせたりとかしていて、柔らかいものと硬いもの、ハードなものとソフトなものという共存のところで、逆にこう外側が硬いものに対しては内側が柔らかいもの、そういうもので一個のアイテムとして作った時にどういうジェンダーレス感が生まれるかっていうところをとても意識しました。一番最初のコレクションのスタートはルイス・ボルツというアメリカのアーティストさんが去年亡くなられた方なんですけど、その一冊から本当はコレクションがスタートしていて、そこからこう今お話ししたようなアイデアだったりとかがどんどん出てきて服を作っていきました。